はーい。こんにちは。沖縄おばばです。これから雑談です。本当に雑談です。はい。猫たちがね、それぞれのところで、はい。今、ぬこ部屋にいます。はい。えーね、ね、えー、くつろいでいます。はい。外は雨で、えー、雷が時々鳴ってます。はい。そういう感じです。はい。なんというかね、なんていうのか、こう、いろいろね、前からの動画 見てくださってる人は、まあ、通じる話だと思うんですけど、えー、私ね、目覚めているっていう、そういう言葉ですね。はい。どういう意味かっていう、まあ、人それぞれね、定義づけがあると思うんですけど、私は、誰の意見にも左右されずにね、 自分で、えー、情報収集し、自分で決定して、で、自分で、えー、考えて、自分で決め、自分で行動することができる人だと思ってます。はい。これが目覚めている人の特徴だと思ってます。はい。えー、不正に気づいてるとか、あトラさんを応援してるとか、そういうこととは別問題です。はい。えー、実を言うとね、昨日ね、ムーちゃんだっけそういう人からね、ちょっとコメントいただいて、 はい、あのー、目覚めてる人をね、混乱させるような動画を上げるのはやめろっていう、そういった内容だったんですけど、まあ、これは違いますね。あのー、日本語が多分この人通じてないんだと思うんですけど、私の意見じゃなくて、あの、アンさんの意見だから文句があるんだったらロアンさんに言ってくれって何度も言ってるのに、 えー、そういうことを書く人が未だにいます。この人は多分日本人じゃないですね。日本語が通じてないようです。はい。まあ、あのー、何度もね、私あげてるんですけど、えー、例えばですね、例えばの話です。はい、えー。前にね、トラちゃんのお嬢ちゃんが練り物食べてね、はい、練り物私も食べました。はい、2回食べました。って言っててね、みんな動揺してましたよね。 はい。あの動揺はおかしいです。だから何なのって感じです。じゃああなたはあ、もしね、トラッチが練り物食べろって言ったら食べるんですかっていうことなんですよね。つまりそういうことです。あの、うの、中の人たちは、これで、あの、嫌な言い方ですけど、分けてます。人を分けてます。あなたがヒューマンなのか、それともピープルなのかを見ています。そういうことです。はい。 わかりますでしょうか。そういうことなんですよ。つまりはあのー、人のね意見例えば誰か人間を崇拝してるそういう傾向ありますよね。人ってその人を偶像化したし偶像化してしまってその人の言うことは絶対って思っちゃう人。この人たちはピラミッドの思考になりやすいです。はい。自分軸で生きてない人はこのピラミッド思考に。 すぐに陥ってしまいます。私ね、そういうところをね、えー、うの中のね、連、え、連、ー、の5号さんたちはね、見てるんじゃないかなって思います。だから、今回の、なんていうか、前みたいにね、その、トラトラちゃんの娘が、練り物食べちゃったみたいなことを流すんじゃないかなと思ってます。あとね、ラワンさんのね、昨日の動画なんですけど、もっと、ちょっと、 うんって思うようなことを言ってました。でもそれはちょっとね、あまりにもショックが強すぎるんで、えー、言わないことに、私ちょっと、あそこだけはちょっと省かせていただいたところがあります。でも省かないで今日言っちゃいますね。はい。えー、まあ、これも文句がある人はどうぞ、ラオアルさんに言ってください。私の意見ではありませんから。たぶた、まあ私はね、中国語がわかるんで、えー、まあそういうところはね、 もう何言ってるかもう分かってるんで、まあ皆さん、あれなん、あれなのかもしれないですけどね。えー、トラトラちゃんがね、1900、あれなんだっけ、2016年にね、えー、リーダーになった時のこと覚えてらっしゃるでしょうかはい。えー、その時にね、えー、おばおばまんまんはね、えー、はい。どこに引っ越したでしょうかっていうことなんですよ。はい。白いお家の、 割とすぐそばのところに引っ越しましたね。お家を建てましたね。あれはどういう意味だったんでしょうかということなんですよ。はい。そういうことです。もう、勘のいい人は気がついてますよね。そういうことなんです。入れてました。おばおばまんのグループの人たちを一人じゃないですね。はい。何人か、あ、入れてました。なので、そういうふうに、なんていうのかな。すぐに、 おかしなことがいっぱいありましたよね。なんでこんなことが分かって、なんていうのか邪魔されるんだろうって皆さんすごい思,思いませんでしたそういうことなんですよ。オバオバマンはあの人リーダーを辞めてからね、白い家のすぐそばにお家作っちゃったんですよね。はい。それでそこに住んでいました。そし、それはもちろん 同行を知るためです。そのために中にね、何人か入ってたっていうことは皆さんもピンときますよね。うん。そういうことなんですよ。だから、あの、例の方がね、黒だったとしても何の不思議はないんですね。崇拝してる方がおかしいです。はい。その人たちは、 あのー、その人たちなんですから、はい。私たちが崇拝するような人たちではないですからね。個人崇拝をしてはいけないです。これね、もしね、トラさんが、なんていうのかな。食べろって、練り物食べろって言われたら食べますかっていう問題と同じですね、今年は。 そう、そうです。白い帽子って言われてる人だから本当にそれがどう、そうなのかどうかっていうことを信じきっちゃってはいけないです。はい。私たちは澄んだ目を持ってね、はい、えー、敬顔を持って、えー、それを見つめていかなければいけないんですよね。えー、どういう成り行きになるか。まあ、今ではそうとは言い切れてないですけど、ちょっと確率は高くなっていきます。なってきてます。どうしてかというとね、 えー、分かってる人は分かってますけど、えー、トラちゃんですね。トラちゃんもね、何回かね、星になり損ねたときありましたよね。なんでこんなところで邪魔が入って、えー、ね、あの、例えばトラちゃんとね、メラちゃんがね、寝ている寝室にね、なんでそこが、そこで分かって、えー、ね、えー、お星様になり損ね、なんていうのかな、 えー、なるようにね、こう、ね、バーンって打った人がいたっていう、あの事実ですね。はい、どういうことでしょうかっていうことなんですよね、つまりは。つまり、そういうことなんですよ。はい。あのー、あっち側もね、バカじゃありません。そういうことです。そして、えー、うのちゅうのね、蓮のごうごさんはね、えー、まあ、 これ言ったらあれですけど人間をちょっと分けてますはいだから私たちはね何でも冷静な目で、えー、真なん何て言うのかなそれがどうなのかどうか後からどうせ分かるんですから今はこういうこともあ,あ,のありますよっていうことをちょっと見ていかなくちゃいけないっていうことなんですよねで本当に 負のりんちゃんが、そういうふうにね、えー、本気でね、言ってたとしたら、それはもちろんね、もしかしたら D の S かもしれないです。で、本気じゃなければね、もしかしたら炙り出しかもしれません。いろんな、あのー、何て言うのかな、方向性が考えられます。まあ、でもね、私はね、ちょっと黒じゃないかなと思ってき、思えてきました。まあ、一つはね、その、 あの、例のね、えー、黒い天使発言ですよね。あれ、かなり動揺され、動揺した人多かったらしいです。アメリカっていうのはね、えー、まあ、キリスト教の社会ですよね。はい。えー、ということで、えー、教会同士ね、割とつながりがあるんですよ。で、ラワンさんね、クリスチャンなんですね、あの人。はい。 で毎週教会に礼拝に行ってる敬験なクリスチャンです。で教会同士のねそういうつながりもあって同じね何て言うのかなサンフランシスコの教会ということで、えー、まあほんに何て言うのかな直接入ってきます耳に。えー、でその発言をした時に聴衆がかなりどよめいたということですね。それも言ってました。 その発言、あの、プリンちゃんがね、そういう発言をした時に聞いてた人はみんな動揺してたって言ってました。はい。これはその場にいた,いた人じゃなければわからないですね。多分その場にいた人から直接聞いたって言ってましたので、そういうことだと思います。教会同士のつながりもね、割と、あの、まあ、カトリックとプロテスタントぐらい違えばないかもしれないですけど、まあ、プロテスタント同士ではね、あの、いろいろつながりがあったりするので、まあ、 このラオアンさんのね、チャットですね。チャットに来てる人たち。まあ皆さん、まあ見ても中国語だからわからないかもしれないですけど、ほとんどが、プロテスタントのキリスト教の信者さんで採掘、はい、クリスチャンになってます。なので、えー、そういうつながりを考えるとね、嘘じゃないんですよ、あれ。はい。 なので、その真意がどこにあるかっていうことなんですよね。本気で言ってるのか、それとも何かの作戦なのかということは分かりません。はい。でも、教会にいる人たちに言うっていうのはちょっとおかしいなとは自分も思っております。はい。まあ、アメリカの教会の事情を知ってる人はね、よく分かると思いますけど、そういうことです。はい。えーね あの、ラワンさんも自分の教会以外の、あの、クリスチャンの他の教会の人たちとも非常に仲がいいみたいなのでね、えー、そういう情報はいろいろ入ると思います。はい。そういうことですね。まあ、お角違いなね、発言する人が結構いるんで言っときますけど、えー、私の意見ではないのを私、あの、そういうふうに書くのはやめていただきたいですね。で、えー、何かね、言いたいことがあるんだったらもう飛んでいって、 で英語でで書けばいいいんですよはい、今自動翻訳がありますからそれでね自動翻訳でね、えー、書いていただければもういいんじゃないんですかはいもうねもう本当にねアホな人が多すぎると思って日本語が理解でき,できてないんだなと思ってますはいもう日本人じゃないものとして、えー、私は扱おうと思ってますそういう人ははいそういうわけですまあ今回はねちょっとラワンさんが言わなかったことをちょっと言って あ言,言ってるっていうことはないんですけどラオアンさんがあ言ってて私が言わなかったことをちょっと付け加えて言,言いましたはい実はそれもあのー、昨日話してましたけど私はちょっとこれ言ったら本当にショックかなと思ったのでちょっとやめときました手心を加えておきましたはいそういうことですまあどっちかは時が経つ 立つにつれてて分かってくると思いますはい、その時が来たら分かります。もうそれだけです。で、私たちは人間、きちんとしたヒューマンになりましょう。そういうことです。じゃあ、トラさんがね、えー、練り物いいから食べろって言ったらみんな食べますかっていう問題です。人を崇拝しないようにしましょう。はい、そういうことです。まあ、人じゃないかもしれませんけどね、あの人たちはね。 まあでもね、そういうことなんですよ。はい。一人一人が判断して、そして、えー、まあ今情報が氾濫してますけど、その中からあ識別欲をね、養って、自分で、えー、取ったり捨てたりして、自分の判断で生きていきましょうということです。自己責任です。はい。自分、自分でそういう。 やるということは自分の、自分で責任を取る。自分の人生に自分で責任を取るということです。自分の人生は他人のものではありません。自分自身のものです。はい。皆さんそこら辺をよく理解されてください。これがないと人間として私たちは失格だ、失格になると私は少なくともそう思っております。はい。 それでは皆さんまたごきげんよう。本当に雑談ですけどね。はい。また、沖縄おばばでした。あー、に、ね、ぃ、うさんもね。はい、みっけーさんもいますね。パンナさんはね、えー、後ろにいます。はい。